どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、速報ということで、ヒルトンアメックスクレジットカードにですね、アメックスオファーがね、来ておりますので、本日はね、こちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、今回ですね、こちらのね、ヒルトンアメックスクレジットカードにですね、私はプレミアムカードなんですけども、アメックスオファーがね、来ているということで、アメリカンエクスプレスのね、クレジットカードのオファーということで、今回もですね、先着っていう風になりますんで、この動画ね、見られた方は、ひとまずですね、アメックスのね、スマートフォンアプリ、もしくはウェブね、ログインしていただいて、エントリーね、してからですね、この動画ね、見ていただければなと思います。で、今回ですね、ヒルトンアメックスにね、オファーが来ているわけなんですけども、どうやらですね、ヒルトンアメックスね、保有されている方限定っていう風になってるっぽいんですよね。ですので、もしね、ヒルトンアメックスね、持ってない方でもですね、このオファーね、来ている方いらっしゃいましたらですね、ぜひね、コメントいただければなと思うんですけども、私はですね、結構アメックスのね、カード持っているんですけども、ヒルトンアメックスしかね、このオファー来ておりませんでしたので、おそらくね、ヒルトンアメックス保有者のみのね、オファーかなという風に思っております。それではですね、キャンペーンの詳細ね、行きたいなと思うんですけども、期間がですね、2022年3月1日から2022年の5月の31日までっていう風になっておりまして、エントリー必須のキャンペーンっていう風になります。で、エントリー方法ね、後で解説入れますので、もしエントリー方法わからない方はですね、そちら参考にしていただければなと思います。またね、先ほども言いました通り、こちら先着という風になっておりまして、2万名までのね、方限定っていう風になっておりますんで、こちらもね、ご注意ください。で、今回のね、キャンペーンの特典なんですけども、対象ホテルでですね、2万円以上利用していただくと、5000円のね、キャッシュバックが受けられるっていった形になります。で、上限なんですけども、5万円までっていう風になっておりますんで、2万円以上でね、5000円のキャッシュバックなので、対象支払い金額は20万円利用していただくと、最大のね、5万円が獲得することができるっていった形になります。で、今回のね、オファーの条件なんですけども、2つね、条件がありまして、まずね、ヒルトンのプランがね、宿泊プランがあると思うんですけども、事前決済でないプラン、またですね、チェックアウト時にフロントデスクで決済した場合がね、このオファー対象っていう風になっておりますんで、この点はね、注意してください。でですね、今回のオファーなんですけども、キャンペーンの内容はね、ほぼ一緒なんですけども、上限の部分だけですね、一般カードの方は上限がね、2万円に設定されておりますので、おそらくですね、一般カードの方はですね、8万円の利用していただくと2万円のね、最大キャッシュバックが受けられるっていう風になっておりますんで、こちらでね、一般カードとプレミアムカードね、分けているのかなっていう風になりますんで、まあ一般カードの方はですね、8万円利用していただくと2万円のキャッシュバックが受けられて、プレミアムカードの方はですね、合計20万円利用していただくと5万円までね、キャッシュバックがね、受けられるっていった形になるんですよね。いやね、今回のキャンペーンね、本当にすごいですね。こちらの私、プレミアムカードね、保有しておりますけども、20万円利用すると5万円のキャッシュバックね、受けることができますからね。本当にね、ダイヤモンド修行しろって言ってる感じがするんですよね。またね、今回のこのキャンペーンは、ポイントで返ってくるわけではなくて、キャッシュバックなんでね、お金が返ってくるっていう風になりますんで、この点もね、かなりすごいですよね。それでは次にですね、エントリー方法ね、解説していきたいなと思うんですけども、こちらね、アメックスのアプリね、これに携帯の画面出しておきますけども、アメックスのアプリを開いていただいて、ヒルトンアメックスのね、クレジットカードを選択していただきます。そうするとですね、右下の方にオファーっていうのがね、あると思いますので、こちらのオファーをね、クリックしていただきます。そうするとですね、ヒルトンホテルズ&リゾーツということで、こちらね、オファーがあると思いますので、こちらね、タップしていただきます。そうするとですね、カードを登録するっていうのがね、下に出てくると思いますので、こちらね、カード登録を押していただきます。これでね、エントリー完了っていう風になりますんで、まあ、慣れてる方はね、ほとんどわかるかなと思うんですけども、まあ、カードね、発行して間もないよっていう方はですね、こちらね、参考にしていただいて、エントリーね、忘れずにしといていただければなと思います。それでは次にですね、注意事項なんですけども、結構たくさんありますので、よくね、チェックしていただきたいなというふうに思うんですけども、まずね、今回のこのヒルトンのキャッシュバックオファーなんですけども、対象ホテルはですね、国内16のホテルっていうふうになっておりまして、アプリのね、登録画面の方から、規約がね、見れるようになっておりまして、対象ホテルね、こんな感じで一覧で見ることができます。で、対象外ホテルなんですけども、6京都と、軽井沢のヒルトンホテル、この2つに関してはですね、全体的に対象外っていう風になりますんで、6京都ね、非常に素敵でめっちゃおすすめなんですけども、今回のね、このキャッシュバックオファーね、対象外っていう風になりますんで、この点はね、注意していただければなと思います。で、先ほども言いました通りですね、公式サイトでね、ホテルも見ることができますし、またね、レストランも見ることができますんで、利用される前にですね、確実にね、チェックしていただきたいなと思います。またね、レストランの利用についてなんですけども、全体的にね、対象っていう記載があるわけなんですけども、こちらですね、まずオンラインで予約した場合にはですね、こちら対象外っていう風になってるんですよね。ですので、レストランね、利用される方はですね、直接ね、レストランに予約していただいて、利用ね、していただければなと思います。またですね、レストランだけ利用する方っていますよね。宿泊しない場合ですね、アフタヌーンティーとか、昼食とかね、ディナーとか、いろいろあると思うんですけども、今回のこのキャッシュバックオファーですね、こちら対象になるかっていう話なんですけども、宿泊していればですね、フロントデスク決済していただければね、規約に対象っていうね、記載がありますので、宿泊した場合はですね、そちらで OK だと思うんですけども、宿泊しない場合はですね、こちら一応デスクにね、回答を取りましたんですけども、アメックス側でですね、こちらが、把握してないんですよね。要は、このキャッシュバックオファーっていうのは、レストランで決済しますよね。で、レストランで決済した時に、明細がですね、レストラン名で上がってくるか、ホテル名で上がってくるかで、このキャッシュバックオファーね、対象かどうかっていうのが変わってくるそうなんですよね。ですので、こちらはですね、レストラン自体に確認していただくか、もしくはですね、規約にですね、ヒルトンカスタマーサービスのね、電話番号も記載がありますので、こちらでね、問い合わせしていただければなっていうふうに思うんですよね。ちょっとね、アメックス側で、このレストランがここは対象外みたいなのをね、把握してないっていうふうになりますんで、これはね、本当に注意していただきたいなっていうふうに思うんですよね。ホテルにね、宿泊しないで、レストラン利用する方もね、中にはいらっしゃるかなというふうに思いますので、これね、対象だと思って使ったらね、対象外だったってなったら結構残念な思いすると思いますので、こちらね、利用する前に確実にね、チェックしていただければなというふうに思います。またですね、今回のキャッシュバックオファーに関しては、ヒルトン、アメックスのね、決済が必須っていう風になりますんで、こちらのね、クレジットカードで支払いね、するようにしてください。クイックペイのね、利用は対象外っていう風になります。またね、外部予約サイトもね、今回対象外っていう風になりますんで、楽天トラベルとかね、ヤフートラベルとか、いろいろありますけども、そういったものをね、経由していただくと、こちらね、対象外になりますんで、この点はね、注意してください。それでは次にですね、今回のキャンペーンなんですけども、複数施設の利用も合算 OK ですし、複数回の利用も合算 OK っていう風になりますんで、これね、以前はね、どっちかダメだったんですよね。複数施設が確かダメだったと思うんですけども、今回のね、キャッシュバックオファー OK っていう風になりますんで、例えばですね、A ホテル、B ホテル、C ホテル、D ホテル、4つホテルがあって、こちら全部利用して2万円超えるとかね。こういった感じでも5000円のキャッシュバックね、利用できるっていう風になりますんで、4つのホテルで5000円ってことはまずないと思うんですけれども、2つでも3つでもね、合算して違うホテルでもですね、2万円超えたら5000円キャッシュバックが受けられるっていう風になりますんで、これはね、本当にヒルトンステータスマッチをもう利用して、もう利用できないっていう方で、ダイヤモンドステータスね、狙っている方はですね、かなりいいのではないのかなという風に思うんですよね。ヒルトンホテルは、宿泊数とまた滞在数、ポイント数とかでね、ステータス狙うことができて、私はね、今年あと38泊もしくは21滞在利用すればですね、ダイヤモンドステータスね、防衛することができるっていう風になりますんで、ちょっとね、お値段の安いね、沖縄とかに行って A ホテル、B ホテルね、行ったり来たりすればですね、21滞在こなせばね、ダイヤモンド防衛できますんで、これもね、ちょっとね、今考えてるとこなんですよね。ちょっとね、どのホテルをね、使用しようかね、ちょっと今決めかねてるんですけども、これね、かなり後押ししてくれますよね。いやね、本当にね、すごいオファーですよね。ということで今回ですね、速報ということでヒルとアメックスクレジットカードにですね、オファーが来ましたので解説でさせていただいたわけなんですけども、いやね、上限が高くて本当にびっくりですね。20万円利用したら5万円キャッシュバックですからね。またね、複数施設利用もね、できるということでかなり利用しやすいですよね。またね、ヒルトンホテルではですね、こちらの、ダインライクアメンバーでしたっけ、ちょっと読み方合ってるかどうか覚えてないんですけども、こちらのね、キャンペーンでレストラン利用もですね、ゴールド、ダイヤモンドの方はですね、25% 割引でね、利用することができますし、またね、ヒルトンホテルはもうこちらね、ずっとやってるんですけども、1滞在でね、2500ポイントがもらえるキャンペーンもですね、こちら5月1日までね、やっているっていう風になっておりまして、これね、もう、1年以上ね、これ継続してやってるんで、まあおそらくね、延長来るんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、いろんなキャンペーンもね、併用しつつね、利用することができますので、ヒルトンホテルね、利用されている方はですね、ぜひね、チェックしていただければなと思います。この2つのキャンペーンもですね、公式サイト概要欄に載せておきますので、気になる方はですね、ぜひね、そちらもチェックしてみていただければなと思います。ということで今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。